族同然だ。この体に何をした？俺の体の秘密。何をしようと、誰が、家族がそばにいてやれないで。あの内葉の石碑を読めもしないお前ごとき解読したというのか。誰があいつの味方してやれんだよ。俺がこの目を開眼したのは死の少し前。最悪の場合はな。だがその心配は当分ねえはずだ。何もないところでやるよりは人がいた。でも必要は生贄を持ってねえからな。捉えられてないようだな。さっき俺を攻撃したガキじゃないか。考えてる時間もねえ。こいつの話が信用に足るもんかどうか。だからか。少し確かめておきたいことがある。段取りのいいやつ。俺たちの計画も知っているのか。